福建省富州市長都加藤です。お茶、ビーチパン、伝統的な町づくり、それでは出発。福建省富州来ました。福建省は道路の真ん中に木が生えてます。本日はこちらのお店、2019年ビーチパン。人がめちゃくちゃ多い、満タンです。我吃大碗，我吃大碗加面。不知道是什么，对，豆腐。我想吃面，细细的面好吃。首先等，慢。口感豆腐、麺が2分ですね。不思議な食感だけど、スープめちゃくちゃ美味しいです。さっぱり系で美味しい。パンチャンしていきます。この丼汁がめちゃくちゃ臭い。これが阿弥陀佛は仏教のホテルも見つけました。先ほどのご飯屋はホテルに付随しているレストランでした。大きな門を通り抜けます。あ、寝ております。ちゃんと仕事してください。こちらのホテル、中庭めちゃくちゃ綺麗です。中庭には鯉たちが泳いでます。屋根の作りも非常に昔ながらの作りです。シャシャシャンチョン号で紹介された名酒たくさん貼ってあります。福建省オンファイシュバン聞きます。日本の伝統輪島塗りと同じ作りの芸術品。大通りに出てまいりました。人が盛り上がって街並みも綺麗です。福建省フェイウチウォンファイチャン、こちら入っていきます。これよく見ますと、一つの紙、全部一枚の紙で作られてます。見てください、これも細かい木で全て作られてます。うさぎ年ということで、トゥーズの置物たくさん飾られてます。トンリーローゲ、こちらも人がいっぱいでした。食べていきますと、やっぱりこちらも満席です。水これ酸、酸はね大事じゃないから。鱼丸吗？这绝对要吃呀！哦，对的。嗯，香肠。香肠？嗯。後味がしっかりね、ソーセージみたいな味でした。鱼丸。ちくわみたいな食感です。まあ味普通です。ここまで南方寺でした。バイバイ。この辺の道とも昔の中国来た感じしますね。こちらの家も本当に昔の中国な感じ残ってます。デパートの中へ入ってもらいました。いてもこちらでシャウチャーします。福建省といえばお茶ですよね。いろんな種類ご用意してます。どうぞ。おお、綠茶。ビルの10階から見渡す景色、ラオファンが輝いてますね。さらに上の階もありました。絶景です。さあ注文したのはまずバイチャーでございます。入れ物も黒で高級感抜群です。お茶に合うか分かりませんが、チョコレートケーキ。うん、这就是白茶。白茶没喝过。白茶です。おお、なんか渋い、苦い。紅茶、紅茶に近い感じ。硬すぎて柔らかいね。めちゃめちゃ甘っ、うまっ。ほんのり苦く、さっぱりとした味。クレープが層になっていますけど、クリームめちゃくちゃ相性抜群です。美味しすぎてモンブラン頼んじゃいました。おうまい。クリクリ。
甘めも少ない大人な味でした。メシジェやってまいりました。屋台盛り上がってます。このように中国どこにでもある食べ物、よくあるあるが売ってます。油でグツグツ揚げております。シアメン特徴的な柔らかい豚を使ってます。めちゃくちゃ美味しい The good pizza。 店内はイタリアンでおしゃれ、焼き釜でやります。中国的世界的青岛币可愛い。いただきました。コストコサーモン。黒い胡椒わかりますか？黒い胡椒でちょっと甘めのサーモンめちゃくちゃ相性抜群。ただいま、ゲームピンチャーで事故を起こしました。お金払って解決しようとしてます。福建省夜の看板光ってます。かっこいい。中国のスーパーは面白いですね。シャオロンシャーとか全部冷凍で売られております。基本的には冷凍で売られてますね。他のミューワーもみんなこっちを見ております。ご視聴おはようございます。本日も人朝から盛り上がってます。こちらの美味しそうな店、最後は買いました。ちょうどよかった。うーん、还挺好吃的。像汉堡包里面夹的菜一样。最高。甘めの味付けが美味しいですね。こちらの店で自由に選択しました。こちら本日食べていきます。小菜、豆腐干、卤味、炒麺。野菜多めの健康食品、朝から美味しく健康。朝からポップなダンスで社交ダンスしてます。こちらの木、枝から下に分かれて根が地面について動物のように伸びていってます。朝から散歩がてら四方公園へ入ります。道の端には花も植えられていて綺麗に剪定されてます。あちらで船を借りてこのように遊覧も可能でございます。こちらの木はすでに伸びきっている根っこもあります。うさぎ年ということで庭も綺麗に整えられております。梅の花が咲いてる季節、皆さん写真撮影してます。この周り入ってきますととてもいい香りがします。甘い香り。どこを散歩しても絶景が迎えてくれます。福建博物館入っていきます。いろんな博物館が集合してます。まずは自然館、恐竜の模型たちが中には飾られてます。四川省でも恐竜が見つかったみたいですね。カエル、ザリガニ、カメ出てきたみたいです。低い上にも恐竜が出てきたみたいです。かわいいサイズ。本物の化石が展示されているので男の子は大好きな場所。続きまして美術館入ってきます。何がすごいのかよくわかりませんがすごいらしいです。絵の他にも様々な美術作品が飾られていました。続きまして芸術館入ってまいります。重慶の美術品が飾られております。主には水墨画ですね。
これもまあデザインはよくわかりません、ごめんなさい。今から5000年前の陶器だそうです。これほど昔から陶器を作る技術があったみたいですね。400年前から銅を固める技術、加工する技術あったみたいです。中国文化、日本もすごい影響を受けているので、改めてすごいと思います。李山さん、1000年前からこの刀を持って戦っていたみたいです。陸も海も行けるショベルカーを見つけました。シホフギア入ってまいります。屋根が緑の苔の感じ。非常に渋い。小さな橋からこの丸い門。まるで雰囲気が中国の伝統的な作り。歌声がするかなと思ったら、あちらの方。自分で歌ってます。綺麗な声。本日もイヘヘイ筋町戸よんよん。こちらのお店、カオメイの炭酸いただきます。うん、今の美味しい、うん、いただきます。うん、うまっ。いちごそのまま入ってくるし、甘くて炭酸も相まって美味しいです。建物の中には光る天空。この建物3階に来ると絶景が待ちわっています。ご飯を探して生きてます。よろしく。ちょっと階に上がってくると幻想的な景色広がっております。下から上に見渡すとこのような絶景です。福建ヨーロッパ風の建物があります。非常に綺麗。の下には満月。向かい側にはキリスタンと思われる建物広がっております。遊覧船にも乗れることができるみたいです。夜は綺麗でしょう。福建省はヨーロッパ風の建物多いです。こちらの橋もレンガ造りで非常におしゃれな。この辺は自宅ですかね。レンガ造りのおしゃれなデザイン。シャンシャーハン、こちらグワングワンしてみます。中には川があり、船に乗って観光もできるみたいです。可愛い金魚たちも泳いでおります。ヨーロッパと中国の造りが混合した建物、博物館入ってきます。中には陶器が売られていたり、織物を作る人体験してるみたいです。日本のアイドルグループ AKB のカフェ、中国福建省にもありました。インバーバー、美味しそうなハンバーグ屋さん見つけました。エビのハンバーグと、そしてポンシャオロンハンバーグ。パンの部分が全て卵ですね。あ、マクドナルドのが美味しいかも。続きましてこちらの店、スイちゃん。店内の様子はこのような落ち着いた雰囲気で来ました。チキンチーズ、行きますね。はい、うまっ。うまっ。うまっ。謎の粉、これにね、ちょっと甘みがあるのと肉のジューシーさ、最強にうまい。ごちそうさまでした。最後まで飽きないやつで本当に美味しかった。おすすめです。お店の近くの広場、水もあって子供も大喜び。建物も綺麗で、すごく歩いてて新鮮。敷地内には日本の懐石料理、それを振り返るとアメリカっぽい店もあります。街並みも欧上で、まるで中国じゃないみたいです。福建省風上中学校、こんなところで授業を受けてみたいです。透明の人間発見しました。神秘的です。おしゃれな小道を通ってもう一つ同じ場所行きます。夜景見に参りました。これをぐるぐる回っていきます。ただいま木の上の高さにおります。あちらの建物、ガラス張りでスケスケになってます。道がライトアップされているので幻想的な家賃です。新年来やな。木が地面からはみ出してますね。木はたくさん。先ほどの明かりはお店となっております。晴れていれば絶景でしょう。おはようございます。風情の朝です。川気持ち悪いぐらい魚泳いでます。あれほど集合してるのはご飯食べてるんですかね。
マンションの下のところ、こちらのお店盛り上がってますね。行きます。2021年、22年と連続で九州館、8人ぐらいで厨房を回してます。取れたての新鮮な魚、その場で調理。ご飯の古い厨房、参りました。这是他们家最有名的。喜欢吃这种甜甜的。辛い味付けとご飯の味、最高に合う。嗯。いろんな具材が入って朝から健康的です。一番エビも一緒にいただきます。うん、うまい。エビの海鮮の香りも変わってご飯とも相性抜群です。さすが VTuber、 最高です。